魔人ブーか。一体どんなやつなんだ。みんな無事だといいが。これは表へ修行着じゃねえか。これ着て修行すっといい運動になんだよな。よっよっ。おう悟空、悟空じゃないか。生きてたのか。何があったか聞きに来たんだ。なんてことだ。ご飯も海王神様もベジータまでもやられちまったなんて。魔人ブーの強さは海王神様が恐れていた通り想像を絶するものだ。このまま放っておけば本当に間違いなく地球人はおろか宇宙中の生物は全て消えてなくなる。でもよ悟空、お前が生きていてくれたのは不幸中の幸いだ。魔人ブーを倒せるのはお前だけだよ。はっきり言おう。無理だ、オラには倒せねえ。え？ベジータとオラとはほとんど実力に差がなかった。そのベジータが捨て身でやっても魔人ブーはへっちゃらだったんだろ。悪いが、どうやっても勝てねえ。そうか。そうだな。くそー、ベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたら、まだなんとかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でかかったもん、おそらく無理だったろう。そういうレベルじゃなかった。いや、そうじゃなくて、フュージョン使うんだ。え、なんだよ、それ。フュージョン、融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ、あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり二人が一つに融合することでそれぞれではできねえようなすんげえ力を持つ新しい一人の人間になれるんだ。30分したら元に戻っちまうんだけは注意しねえといけねえんだけんどな。なるほど。ご飯かベジータ、どちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだな。だが今は二人ともこの世にはいない。もしかして最悪の事態ってやつかな。中で寝ている二人、ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどそっくり。できないのかフュージョン。いいぞミッサポポ、その手だ、その手があった。ピッコロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんど、それだけじゃとても時間が足りねえ。
あとはおめえが引き継いで修行してやってくれねえか。よし、わかった。いいぞいいぞ、希望が出てきた。あのチビたちならやれるかもしんねえぞ。ただし、トランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまでかなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。もしかしたら絶滅、いや地球そのものが消滅させられるかもしれん。これは賭けだ。耐えねばならんぞ。もし絶滅させられても、おめえたちとドラゴンボールさえあれば元に戻ることもできる。なんだ、急に暗くなったぞ。これはシェンロンが出るんか。なんで。ドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろ。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを。そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り残り2つの願いを叶える前に何とか止めることができた。シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。おう、よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、キビト急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。絶対に孫ゴハンさんを死なせてはいけません。海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、ゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、開会。ここは海王神界、つまり私の世界です。海王神様の。本来この海王神界は人間がおろか
神や海王ですら来れない聖域なのだぞ。あ、お宅は確か死んだはずじゃ。生き返れるんですか？いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕をここへ？Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。ん？Z ソード？お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私はおろか、何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです、このゴハンさんの信じられないほどのとてつもない力を。とにかく試しに行ってみましょう。ついてきてください。その服装、この聖域にはふさわしくないな。おお、この剣が Z ソードです。はあ、引き抜いてください。私の知る限りこの剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。この Z ソードってのを抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどの。本当ですか？すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ゴハンさん、やってみてください。はあ、よし。ダメだ、びくともしない。よし、よし。スーパーサイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。ほら、やった。なんと。
どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。ジジジ、ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるか、お前も。どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある三人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この三人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ始めろ魔人ブー。おい、あの野郎やりやがった。もう一度言うよ、この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。くそ、あの野郎。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの仮にトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めっぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めっぞ。地球人の諸君、たった今、なかなかの情報が入ったよ。三匹の中の一匹、トランクスとかいうガキは、西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ！家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ。ドラゴンボールで生き返れる。違うの！研
究所が吹っ飛ばされちゃったら、置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるから、そこいらじゃできないのよ。つまり、二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え？困ったな。よし、トランクス、大急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫、おじさん、すぐにやられちゃうんじゃない？まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、やつら西の都に着いちまうぞ。急いで奴らのところへ行かねえと。どれくらい時間稼ぎできるか。よう。貴様は？ちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる三人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ？何か企んでいるのかな？ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって？そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな。そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか？うん？うるさい！余計なことを言うんじゃない！魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ？なんだ？再び呪文で封じ込められたいか？俺を封じ込めたら、お前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、ちっ、しょうがねえな。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そして
て、これが、さらにそれを超えた！これがスーパーサイヤ人3だ！時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。少しでも時間を稼がねえとな。面白いな。お前と戦うのなかなか面白いぞ。さすがだな。驚いた。おおお。ほとんどダメージなしか。ん？トランクスの木が早く動き出した。ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る？お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。割が切るぜ。逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ。てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのかそいつら。けっけっけ。僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。ちっ、惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ。薄野郎、探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。やっほー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。バビディがいなくなって魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやがる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの二人だけだ。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、
もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よーく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は三歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ、こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん、じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺はか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆー、ジョン、はっ。よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった。ピクロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ、悟空。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ。だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし、悟空、あとは自分で行けるじゃろ。お、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯。
そうだ、ご飯の木だ。なんで、あれ、どこだ。ここでも海王界でもね、行って、よし。一体どこなんだ、ここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ。